はい、レオンチャンネルです。白ボズ登場からの未ライダー編が今回ついに終わったね。仮面ライダー機械もついにライドウォッチ化されて、で、3つの未ライドウォッチが揃ってゲイツリバイブへのね、変身アイテムも登場しましたが、来週からね、アナザージオーとかどうなんのとか、相互の能力が結局自分の思い通りの未来に未来を改変していくみたいな、まあ、完全鈴宮春日なんだけど鈴宮春日の能力だよね。あれ、あの春日の場合は自覚してない状態でまだ安全だったけど、要は大魔ジオは自分の能力を自覚してるから自分の思い通りの世界に書き換えて魔王になったってわけだよね。なのでそこを倉庫が自分の能力を自覚するかどうかで未来が大きく変わってきますが、めっちゃ面白い。で、未ライダー編が終わったと同時に変身ベルト来た。変身ベルトデラックス未来ドライバーセット、これはね絶対発売しないと思ってた。だからと思って今見て、すげえ出るんだ未来の仮面ライダーたちの変身アイテム。これで仮面ライダークイズと仮面ライダー機械と仮面ライダー忍び、3種類になることができ、3ライダーにね変身することができますし、ここのねセンターパーツを変えることで変身音が変わるのかな。仮面ライダー忍びに変身、免許回転プレート、免許回転プレートをここにセットで、でベースとしては時空ドライバーっぽいんだけど、認識ピンとかはない。あ、ここか、フロント部分センターに丸4つがあるからここで音声認識するんだな。で手裏剣スターターを回して変身、わーすげー。ミライドウォッチにも変身音入っててそれでも十分満足だったんだけど、ここまで商品出してくれるんだね。誰じゃ誰じゃ、忍者忍び剣山で忍び状態ですね。仮面ライダークイズ、クイズはあれだよね、厳密に言うとあのペンダンとかさ、こう大きくなってさハテナになるけど、何 RB バイブレーションをセット、そういうやつなんだ。でこれを真ん中にはめる、さらにクイズドッパーをセットして変身、ファッションファッションクエスチョン、仮面ライダークイズですね。やばやば、出るのやば。で仮面ライダー機械 BFF スパナーダーとスクリューダー、おいライダーアイテムっぽい名前、これを要はさ上にかざしてガッチャンって自分でやってはめると、でかい、破壊、豪快、機械。でも仮面ライダー機械は見た目的にやっぱどうしてもガーディアン感が拭えなくって、他の二人に比べると仮面ライダー感が薄いかな。一番なんかぽいのはクイズ。クイズがなんか仮面ライダー前とした見た目な気がする。わー、やばー。手裏剣スターター回して必殺技発動。ベルトの中央を押して必殺技発動。フィニッシュ忍法、ストロング2番。これ、あれか。日本って僕言ってましたけど、忍法なんですよね。忍法、ストロング忍法なんですよね。フルメタルジエンド、機械で破壊だ、機械で破壊だって言っちゃってるよね。ファイナルクイズフラッシュ、マルカバツか、クイズ突破。あ、そっか、そうだそうだ、これハテナマークがびっくりマークに変わるから、ここを付け替えるんだ。すげえ、めっちゃ豪華じゃん。さすがにこれは1万円ぐらいするっしょ。あー、ですよね。9720円、7月発送。いやー、早い早い早い。本日9時からで、4月8日までの受注期間ですね。3つはさすがにでもこれはいらないかな。3万円しちゃうし。付け替えで全部遊べるもんね。じゃあもう1個買おう。1個買います。一応サンプル画像見るか。一緒っすね。一緒一緒。うん。じゃあ予約します。はい、レオンチャンネル変身ベルトデラックス未来ドライバーセットポチりました。めっちゃ発売嬉しい。あとはなんだかんだでそうアナザージオーの情報があったりとか、ちょっとこうオルフェノックっぽいカラーだよね。見た目めっちゃキモい。アナザージオーはでもさ、僕出るんだろうと思ったけど、もうちょっと終盤に、まあ、実はアナザージオーが総合本人だったとか、アナザージオーは大魔ジオーだったとか、そういう展開来るかと思ったら違ったね。アナザージオーは別で作られたって感じでしたね。あとは魂ネーションも、おー、何だったかな、これ重大発表か。3月10日に井上さんと小山さんをゲストに迎えての発表会があって、そこで
ジオウの新商品アーツを発表するそうです。これはあれかな、ジオウ通貨オーマジオウは一応もう発表されてるもんね。オーマジオウの正式発表とかなのかな、受注発表と同時に受注開始。一応概要欄にミライダーの変身ベルトの商品ページは貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。とりあえずサンライダーに変身可能だし、これ1個買えば、しかも全部必殺技発動とかもできるから、これは買っといた方がいいでしょう。変身ボイスも3種類とも違うしね。小山さんじゃないしね。いや、めっちゃ楽しみ。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。